この特別功労者は長年にわたり金柑と共に歩み、数々の CM でもおなじみのグッチ雄三さんへ、株式会社金柑堂代表取締役会長山崎進より感謝の意を表し表彰いたします。それでは山崎会長、グッチ雄三さん、どうぞお願いいたします。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。それでは山崎会長よろしくお願いいたします。はい、感謝状。グッチ雄三殿、貴殿は弊社商品の顔として、その親しみやすいキャラクターを生かし、多年にわたり金柑ブランドの発展に努力されました。よってこの成績に深く感謝の意を表します。平成26年11月17日株式会社金柑堂代表取締役社長、会長でございました。山崎進、ありがとうございます。グッチ雄三さん、おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお送りください。それではグッチ雄三さんから一言、受賞の喜びをお聞かせいただけますか。本日は素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございます。恐縮しております。あまり嬉しくて、ご覧のようにいつも以上にフリルつけてきました。我が家では僕が子供の頃から金柑を使っておりました。50年以上でしょうか。今日やっと元が取れました。アメリカのグラミー賞なんかでは、例えばその受賞者が、今までお世話になったいろんなプロデューサーの名前とかディレクターの名前、うわーっと羅列して雰囲気を盛り上げますよね。それを考えたんですけども、金柑の場合あまり長くやってて、代理店は変わるか、スタッフは変わるか、もうとても覚えきれないんで割愛させていただきます。コマーシャルを始めてから心がけていることがあります。それはどの番組に出るときも必ずポケットには金柑を入れています。テレビ番組、これどういうことかというと、いつ何時タレントが蚊に刺されるか分かんないです。そしたらパッと出して本番中につけてあげる。少しでも宣伝になればと思っております。これは本当の話です。特にNHK の番組では顕著です。今日の料理だろうが朝一だろうが、必ず僕はポケットに金柑を忍ばせています。ですからこれから皆さん、もし僕の番組をご覧になることがあったら、この右のポケットをご覧ください。興奮もしてないのに膨らんでいたら、それは金柑です。ほら、あった、こういうポケットサイズもあるんです。これありがとうございます。ありがとうございます。それで特に NHK の有働アナ、彼女にはですね、ボンクレの付け届けはもう必ず金柑の詰め合わせを送っております。このように本来はコマーシャルができない NHK でも、私体を張って金柑のコマーシャルをやらせていただいてます。金柑、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、グッチ雄三さんに大きな拍手をお願いします。固い握手が交わされております。山崎会長、ありがとうございました。グッチ雄三さんには引き続きこちらでお付き合いいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではここでグッチ雄三さんとともに金柑 CM にご出演されていらっしゃいますスペシャルゲストをお迎えしたいと思います。本日のスペシャルゲスト、平愛梨さんです。どうぞ。皆さん大きな拍手でお迎えください。平さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、ここからはお二人でご出演されている CM 撮影のエピソードなんかお伺いしていきたいんですが、まずはグッチ雄三さん、はい、今ね、
受賞もされましたけれども、もうね11年、とにかく愛理ちゃんがね、はい、可愛くて、はい、もう本番中に見とれちゃって、はい、もう軽く恋をしちゃったんです。軽く。ところがお父さんの年聞いたら僕と同年代で、すっかりしらけちゃいました。本当にね、愛らしいですよね。あの、ね、もうステージ出てきた瞬間、わーっともうお花が咲いたように軽くなりましたけれども、ね、本当ですね。あの、はい、エピソードの話でしょ。そうですね。いやー、ありますね。あの、実は金柑というのはいろんなイベントをやってまして、うん、中でも、真夏にお送りする、お送りするじゃ、真夏にやっている金柑キャンプというのが恒例なんです。これは、はい、あの軽井沢でやるすごく大きなイベントなんですけども、そこに僕をずっと出していただいて、例えば料理を作ったり、うん、歌を歌ったりしてるんですけども、そこに最初に出演した時もう10年ぐらい前ですね、はい、その時にやっぱり夏の軽井沢のキャンプですから、はい、僕は蚊取り線香持ってったんです、はい、そしたら会長が血相をかけて、はい、パッて取り上げて、はい、虫に取るように、分かってないのか、はい、蚊に刺されてこその金柑だ。私は目が覚めました。はい、そんなエピソードが話は終わりです。ありがとうございます。会長の金柑にかける思いがもうそれほどというわけですね、はい、それぐらいの覚悟を持ってということです。その通りです。ありがとうございます。さあ、平さん、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。平さん、今回グッチ雄三さんとも共演されていますけども、はい、何か皆さんに後ほど CM もご覧いただくんですが、はい、覚えているエピソードなんかありますか。あ、まず、あの、歴史ある金柑の商品に起用していただきまして本当に嬉しくありがたく思っていて、うん、はい、で、あの、両親がすごく喜んでて、またグッチ雄三さんの金柑とかって言って、うん、本当にあの CM に出れるということですごく家族お喜びしたんですね、はい、で、現場でグッチ雄三さんどうだったって家族に聞かれて、はい、もう、あの、笑いが絶えない現場で、うん、本当に面白くって、はい、で、その時グッチ雄三さんの誕生日が、はいはい、あったんですけど、みんなスタッフさん全員でサプライズで、あの、脅かす、はい、おめでとうって、サプライズってのは脅かすっていう、そうですね、大丈夫大丈夫、はい、はい、そうそう、あの、サプライズをして、うん、で、喜んでくださって、喜んでる時もなんかすごい照れくさそうにしたグッチさんや雄三さんで、はい、すごい、あの、和やかになった現場でした。もう CM の撮影場所自体も本当に皆さん仲良く楽しく撮影されたんですね。本当そうですね、はい、はい、ね、そして、あの、平さんのグッチさん、グッチ雄三さんと同い年のお父様もお喜びになられたということですね。よかったですね、はい、さあ、そんな金柑の CM を実際に皆さんにご覧いただきたいと思いますので、ちょっとお二人ともちょっと二手に分かれていただきましてご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。王様、どうか海面を沈めてください。そうだ、我が国には金柑があるではないか。はい、皆さんに金柑の CM をご覧いただきました。どうぞ中央にお願いいたします。改めてご覧になって、グッチ雄三さん、いかがですか。いや、あんなスケールの大きいの初めてですね、はい、うん、2万人ぐらいのエキストラの方、はい、うわーっと、ね、まあ、合成でやってました。